ほんじゃもどうもさおでございます。本日は伝説ポケモンの専用技モーション特殊演出を見ていこうというお話です。特殊演出って何？一部の伝説のポケモンには特殊演出っていうのがあって、ファンサービスとしてクロスフレームとクロスサンダーが、まあ、あることをするとエフェクトが変わるっていう演出が以前、まあ、剣盾までありました。今作 SV ではどうなるのでしょうかっていうやつです。久しぶりに真面目な検証だな。ではまず内定した伝説幻プラスフォルムチェンジ方法を紹介してから技モーション検証といきます。それでは VTR どうぞ。どうやってセットしてんだよその髪型。あゆみさん、はいはいはい、あおつ高っ。ネグロプラス、そんなもん売っていいんすか。トダダスタラダス、トダダス、トダダスタダトダダス。シモキュー、よいしょ、おー、戻っ、一気に戻ってフォルムチェンジするの。ホストになった。確かに可愛さあんだよな全員。うわ、ライコーいいね君。ライコーめっちゃいいじゃん。スイ君はかっこいい。ウェンテ、あ、やっぱルギアいいな、このチミ毛量どもに。おじゃいってる。え？この後よ。わあ、かっけえ。頭おかしいんかこいつ。偉そうに伝説ポケモン2体投げて。うわあ、かっこいい。え、かっこいい。うわ、まあでもミストボールはそんなもんか。これそよ風、これそよ風ですね。ああ、いいよ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 。ああ、ともし火だね。まあミストボールはこうだよな、これ以上別にないよ。これちょっと問題かもな。これはなんか、てか、ルギアのやられモーションもいいわ。てか、ルギアのモーションが良すぎる。ルギアのやられのモーションがめっちゃ良くない？これ、冷静に。絵として。まあ、イドンプしかない。ちなみに、イドンプ派ではない。あー、まあ、なんかでも、聖なる方のこんな感じだった気がするけどな。すまん。ははいいんじゃない。ああ、悪くないね、握りつぶす。あ、かっこいいなモーション。ここエロ。いや、これ悪くないぞ。雷撃、はい。え、どうしたん、え、金かけすぎじゃないこれに。え、金かけすぎだろ。青い炎はね、いっちゃんかっこいいから。うん、外すけど。クロスサンダーとクロスフレームのこと忘れてるよな全員が。は？
見えねえんだよなこれ。まあまあまあ、これ後で見るか。クイックボールで捕まえんな。かっこいい。あー、ちょっと待って、こ、うん、わ、かっこよすぎる。ちょっとこれはかっこよすぎる。台無しやねん、そのメガネで。一回単体でクロスフレーム、クロスサンダー打ちましょう。なんか死にそうだよ。あ、死なんか。うーわ、熱っ、熱っ、かっけえ。差がすごいぞ。あ、やべ、間違えました。でも同ターンで打てばいいんじゃなかったっけ。あ、でも間違えて、あー、フリーズ、そうか。あー、まあ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 、ちゃんとみんな見とけよ。間違い探しやで、俺。あ、これ絶対わかるね。打ち合いましょう。死なんよな。死ぬなよ。救助とか出すなよ、ハグよ。よし。よし、あ、あ、変わった、変わった。ちゃんと、しかも、あの、剣立ての時と同じ変わり方してた。すげえ喜んじゃった。あ、じゃあプリズムレーザー打てばよかった。え、めっちゃいいやん。こっちっすね。うえい。モーションもめっちゃいい。めっちゃいいやん。どうしたんお前、土下座してるやつだと思ってた。ただ、は、え、だから青い炎どうしたん、マジで。すごいんだけど、迫力が。すごいよ。あー、細いな。対戦で見ると確かにちょっと細いわ。いい、めっちゃよ、すご。ほう、なるほどね。さ、サイコブースト打とうぜ。絶対かっこいいでしょ。腕なんじゃないの。なった。片手だよ、でも。違うんだよ。右手だけなるのがかっこいいんだよ。両方じゃ全力すぎるって。
片手なんだよそれ。まああれだな、結論青い方のどうしたでしたね。